はい、ではこんにちは。こんにちは。今日はサックスプレイヤーのなずきさん、はい、この間梅ジュース作ってもらってめちゃくちゃ美味しかったって。お、上手にできたんかな。上手にできたらしいです。もうね、すぐなくなったんですって。じゃあ次は、はい、砂糖を変えて、はい、つけてみましょうかって言って、はい、お送りして、まあもう出来上がって、飲んでもうたやつがあるんで、はい、嫌からちょっとお話ししていただければと思います。はい、皆さんこんにちは、サックスプレイヤーのなずきです。前回に引き続き今回も梅ジュースを作りたいと思います。またこんなにも素晴らしい梅を送っていただいています。こちらはですね、前回と同じ氷砂糖で作っていきたいと思います。そしてこちらはですね、なんときび砂糖ですね。で、今回も作っていきたいと思います。この2つの梅ジュース、10日後にどうなっているか飲み比べていきたいと思います。では、また。これが10日後。はい、10日後できたやつです。はい、この前つけた梅ジュース、こちらが氷砂糖の方になります。そしてこちらがすごいいい感じや。きび砂糖、きび砂糖いい感じで出てるね。見てください、この色の違い。醤油、ね、すごいですね。では飲み比べをしてみたいと思います。どっちも美味しいと思うけどな。はい、な、はい、入れてきました。私ね、氷あんまり入れへんので、あの常温で飲むんですよ。ぬるぬるで飲む。こちらがどちらか分かりますか？常温の方がいいんですよ。はい、こちらが氷砂糖の梅ジュース、ね、こちらがきび砂糖のピッ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 。ではこちらから飲んでみたいと。ピッピはせん。ピッピはそれはもうあなたのお腹次第。はぁ、あ、美味しいな。うん、すごく甘い、甘くて梅の味。そらそら、うん、でこちらがきび砂糖。うん、全然味が違う。美味しいんですけど、うん、氷砂糖の方がめっちゃ甘いです。できび砂糖の方は結構梅っていう感じがしますね。梅感半端ない。でもどちらも美味しいんで、美味しいんですけどね。ちょっとホワーンって、梅のホワーンっていう感じが。なんか言うね。うん。あ、すごい。こんなにも味違うんですね。全然違うよな。砂糖加えるだけで全く違う味わいだからな。うん、こちらは氷砂糖の方の皆さんが飲み慣れてる梅ジュース。で、きび砂糖の方は。いっぱいできるもん。お酒が好きな方とかはすごくこっち側が合うかもしれないですね。美味しいです。本当梅ジュース好きなんで、もう一気になくなると思います。ありがとうございます。砂糖っていっぱいあるやん。まあ、まあ、多分家であるやつやったら、家ででも氷砂糖だってないやろ、あんまり。上発とか普通はやね。梅買った時にそうセットで買ってきます、ね、日常ではお家にあんまりこう氷砂糖とかきび砂糖なんてないんじゃん、うん、あれじゃん、あのスプーン印の上白糖な、あれは家には大体あるやん。だからお家でお母さんとかでもあんま作れへんのじゃん。なかなかおばあちゃん、なかなかない、ね、おばあちゃんぐらいの世代は昔はよう作っててんけども、うんうん、まあ今は最近はね、もうやっぱ減塩の梅干しが当たり前になってきたから、そうそうそう、超絶酸っぱいやんな、梅干しとかって、うん、なかなか食べたこともなかったと思うんですけどもね、はい、梅を使ってあんまり家庭でも料理しなくなってきたのかなってことですね、うん、でもね、こういうのやっぱりやってもらったらいいかなと思います ね、 私たちが頑張ってそう普及していかなあかんのよ。じゃあ次あれやりましょうよ、あのいろんな層、全部違うお砂糖で層を作って、うん、梅ジュースを作ってみましょう。
でも最終的には全部混ざっちゃう。うん、混ざっちゃう。綺麗、え、映えるじゃないですか。見た目な。そう、見た目映える。一瞬な。そう、一瞬。でも、そんなに一瞬やで。フルーツの梅を使って、つけてみようとかやったことあるでしょ。うんうんうん。あれどうでした？アメちゃんやろ。だから、アメちゃん、まあ、いちごの、お砂糖の代わりに、いちごのアメちゃんとか、はい、みかんのアメちゃんとか、使って、こう、つけてみたら、めっちゃいちごやな、うん、でも。めっちゃいちごとか、めっちゃ飴とか。でも美味しいよな。梅の、味わいも出て。で、いちごの果汁やな、あれはな。飴ちゃんやから。あと映えると思います。今度何考えてるんですか？今度。今度ぶどうちゃん。そろそろ今の季節、ぶどうちゃんがええかな。ぶどうちゃんでつける、うん。旬なものに合わせて、そういった梅ジュースを作っていく。そう、ね。紫色の梅酒の緑色って言うの、ね、マスカット。とかなるから、ジュースも同じ、紫色のジュースができる。そうそうそう。ええで、見た目。また実験したもの見てもらえる。面白いじゃん。めっちゃ可愛らしいで。やってみる？はい。ちょっとスーパーとか行って、アメちゃん買うてきて。まあ今年はね、もう梅ないと思うんですけど、はい、来年ぜひお家で作っていただければなと思います。はい。今日は、なずきさんのレポートでございました。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。 SNS のフォローもよろしくね。できれば動画の拡散もしてくれたら嬉しいな。でも見てくれてありがとう。